どうも、高貴たこ焼き大阪です。最先端扉絵考察1119話編です。扉絵考察というのは、一見何の変哲もない絵に見える扉絵の中に隠された仕掛け、遊び心を解き明かそうっていうやつです。それの最先端バージョンが最先端扉絵考察です。今、扉絵連載の期間なんで、構図もそうですけど、ストーリーの方も重点的に追っていきます。今回の扉絵またしても急展開を起こしてます。いきます。今回の扉絵はこれですね。タイトルは鬼の子ヤマトの恋なり第3ボリューム9。日々カイドウを恨む子供に石を投げられる。前回からついに花の都を背にして外へと歩き出しました。そこから日々へと入ったようです。ボリューム4で金右衛門に教えてもらった漫遊のルートは、まず花の都から日々に向かう形になってて、このルート通り進んでいってるようです。安家の刀をこのバッテンになっている白米閻魔堂に奉納するはずなので、とりあえずはお参りのために白米に直行すればいいのにというツッコミが入るんですが、なぜかしっかりこのルートでのスタートになりました。吉備という土地は他の里に比べてほとんど書かれてなくて、数少なく出てきたうちの一つがゾロと殿安が道中で通ったところ。ここに吉備跡地と表記されてました。ここはおこぼれ町とか花の都付近だったので、おそらく大和は今この辺りを通過しているところです。細かい部分ですが、後ろにある採掘場、武器工場、その施設自体は残っているものの、ちゃんと黒煙が停止してます。取り壊しや復興はまだ進んでないけど、ちゃんと和の国の汚染は止められていることがわかる。細かい描写です。他に変化として触れておきたいのは刀です。金右衛門から受け取った安家の刀をリュックにしまってるのか何なのか、今まで全然書かれてなかったんで気になってたんですけど、今回大和の腰に刀が刺さってます。ただこれに関しても柄の色が違うんですよね。今回のやつは白色、前回書かれたのは黒色。これは修正案件なんですかね。あと大和の毛先の色も塗り忘れがありますね。変化として気になるのはそれぐらいで、内容に入っていきます。日々の荒れ地で泣いたり怒ったりしてる子供たちから石を投げられる。ここでのヤマトの表情が絶妙すぎて好きです。痛いなぁと困りながらも怒りとは言えない表情。子供っぽい性格で怒ったりしそうなもんなんですが、なんとなく自分がカイドウの娘だからかということを察してるようにも見えます。この絶妙な表情すごくないですか？カイドウオロチの支配で苦しめられた子供がカイドウの娘という理由で恨みをぶつけてる。石を投げられるっていうのは日本語の慣用句みたいなものでブーイングを受ける、非難を浴びるという意味でも使われるので、まさにこの場にあった行動になってる。親や血筋のせいで恨まれるってワンピースの中で何度も書かれてる描写ですよね。代表的なのがエースです。大犯罪者として処刑されるロジャーがエースのことを生まれてくる子に罪はないと言い切りました。それはその通りなんですが、世間はそんなことは思わなくて、ロジャーは鬼、エースは鬼の子とされ、エースは冷たい目に苦しめられる日々でした。これがヤマトと全く同じ境遇なんですよね。だからこそ二人は意気投合した。鬼のロジャーと鬼のカイドウ、鬼の子エースと鬼の子ヤマト、父親の汚名を背負って強く生きる。鬼の子ヤマトの恋なり第3ですから、この展開は予感してましたが、ここでついに書かれました。ただここで一つ疑問が浮かびます。ちょっとややこしいかもしれないんですが、至ってシンプルです。よく考えてほしい。このボリューム6、8の扉絵が顕著ですが、元カイドウ側の芸者のお染さん、光月側のおつるさん、町の男に女、元横綱お坊さん、行商、子供から大人までみんなに愛されているところが書かれました。ハートマークすら使われてます。まるでアイドルのようなもてはやされ方。まずそもそも、なぜカイドウの娘であるはずのヤマトがちゃんとみんなから愛されてるのかというと、おそらく、燃えてなんぼの黒ずみに候の講談や歴史の授業で、その名前が出るからじゃないでしょうか。あの講談や授業の中では、悪いとされてたけど実は我が国のために戦ったおでんを筆頭に、小紫改め日和、京四郎改め伝次郎、赤座屋の面々、
そんな悪者と思ってたら実はいい人である英雄の歴史を教える中で、ヤマトの名前も出るのは必然でしょう。桃之助と一緒に鬼ヶ島墜落を止めた。カイドウの娘でありながら花の都を守り抜いた。そういうことが語られてるはずなので、あらゆる身分の人たちから愛されてる。なのになぜキビでは未だに嫌われてるのか。これが浮かび上がる疑問です。一つ考えられる可能性は、荒れ地のキビまでその情報は届いていない。教育が行き届いてない地域なので、ヤマト英雄エピソードが伝わってない。これがシンプルに考えられるような気がしますよね。事実が我が国全土に広がるにはもう少しかかるから、そこではヤマトは悪者のままだと捉えられていると。いや、ヤマトは悪者のまま。ヤマトの英雄エピソードを知らないのはいいとしても、なぜそもそもヤマトがカイドウの娘だということを子供たちは知ってるんですかね。だって忍や桃之助ですらヤマトの存在を知らなかったんですよ。おかしくないですか。仮に教育を受けられてない子供たちなら、ホオズキもカイドウもどっちが悪とも判断できてないはず。仮に過去の教育を受けてる子供たちなら、オロチがヒーローなのでまだカイドウの娘に意思は投げないでしょう。ヤマトは鬼ヶ島から一歩も出られなかったのに、キビの子供がなぜヤマトを目撃して、ヤマトがカイドウの娘で悪者というところまで認識してるのか、ここの辻褄が合わないんです。じゃあ、あの女はヤマトと言ってお前たちを苦しめたカイドウの娘だということを誰かが吹き込んだんじゃないですかね。英雄エピソードは教えずに、悪者カイドウの娘ということだけ教えた。誰がそんなことをとなるかと思うんですが、この場所がどこかがキーになってきます。キビです。キビといえばキビの妖怪勘十郎。勘十郎が亡くなったシーンははっきりと書かれてません。この動画を見てもらうとわかると思うんですが、勘十郎の再登場は十分あり得るんです。また勘十郎かよって声も聞こえてきますが、一つの可能性として、勘十郎がこのキビの子供たちに吹聴して、ヤマトに意思を投げさせたのではないかと思います。つまり勘十はこのどこかに隠れてる。万有の道中を常に監視している可能性すら見えてくる。まあ勘十郎なのかどうかは一旦置いといて、何者かが裏についている可能性がまだあるんです。小さい子供に石を投げられただけで、ヤマトに単行部なんてできますかね。あのほとんど傷のつかないカイドウの血が流れてて、一人で箱配りの衝撃波も起こせる強さ。そのヤマトに単行部を作る。こういうところに自分は疑問を抱いてしまいますが、それは考えすぎでしょうか。子供ではない誰かが、石でもない何かを投げたんじゃないでしょうか。タイトルがエメトですからね。いつもタイトルと扉へリンクすると話してます。空っぽの人形に吹き込む命がエメト。この子供たちは中身がまだ空っぽで何か吹き込まれたんじゃないですかね。そしてゴーレムのように何者かに従わされてる。はい、勘十郎が実際に関わってるのか確定ではないんですが、やはりキビなんで関係はありそう。こちらをご覧ください。最近 X でもこの考察を見かけますが、自分が最初かなと自負してます。僕の扉絵考察ではある法則の可能性を考えてます。それがこれで、これは何かというと、ヤマトの恋なり第三の流れで起こる展開、描かれることが麦わらの一味のように進んでるんじゃないかという仮説です。各タイトルにはボリューム3とか4とかついてます。麦わらの一味にはそれぞれイメージナンバーが設定されてます。その麦わらの一味のイメージナンバーに合うように、ボリュームごとに関連する要素が落とし込まれている可能性が高いんです。ボリューム3でお金で波。ボリューム4は僕の考察ベースですが、嘘が書かれているのでウソップ。ボリューム5で料理で3時。ボリューム6で薬と甘いものでチョッパー。ボリューム7で花と棒ネグリフと裏社会でロビン。ボリューム8ではヤマトの旅立ちがフランキーの旅立ちと重ねて書かれている。という風にどんどん当てはまっていってる。今回はボリューム9でブルックの要素が書かれると考えてました。予想はこの3種類でした。ブルックがお化けなので妖怪軍団。またブルックが妖怪なのでキビの妖怪。勘十郎。
日々に行くところまで予想しました。3つ目はブルックが音楽でとりわけ弦楽器ドクロの特徴があるので地獄弁天が登場するんじゃないか。この中でも要素が最も被る地獄弁天の登場が一番ありえそうと考えましたが違いました。妖怪軍団の登場もありませんでした。一方、丸2の日々の妖怪から考えて日々に行くがヒットしてましたね。これがブルック要素から予想した結果です。ブルック、ワノ国といえば石運もありますしね。道端に骸骨が転がったりしてればわかりやすいですが、そんな明確には落とし込まれてなくて、日々といえば妖怪。それも髪の毛を抜く、抜かないとかいう変な妖怪。一味で重ねるならブルックが当てはまるかなと思います。さらにブルック要素をもう一つあります。これで締めます。今回以上です。ありがとうございました。